上圧下におけるプルトニウムの同素体。原子の体積は立方オングストローム。プルトニウムには様々な同素体があり、室温でも転移する。結晶構造や密度は同素体間で大きく異なっており、例えばアルファ症とデルタ症では密度の差が25%以上もある。プルトニウムは通常6種類、高温下の限られた、 圧力範囲で生じるゼータ症を含めて7種類の同素体を持つ。これらの同素体は、ほぼ同程度の内部エネルギーを持ちながら、密度や結晶構造は大きく異なっている。このため、プルトニウムは温度や圧力、周辺の科学種に非常に敏感に反応して、相転移を起こし、体積が劇的に変化する。他の多くの元素とは異なり、プルトニウムは誘拐により、 密度が2.5%も増加し、さらに温度上昇に比例して密度が下がっていく。同素体の密度は1 5 9 2 g トルから1 9 8 6 g トルまで変化する。多くの同素体を持ち、しかも容易に相変化を起こすことから、プルトニウムの加工は非常に困難である。例えば、純粋なプルトニウムは、室温ではアルファ症を取り、 中鉄と同程度の加工性を持つが、加工によるわずかな温度上昇でベーターに転移してしまう。このような複雑な合図となる理由は完全には解明されておらず、最近の研究では相転移を正確に再現するコンピュータモデルの構築が目指されている。アルファ症は対称性の低い単車症構造を取るため割れやすく導電性や強度圧縮性に乏しい。 デルタ症は通常は摂氏310度摂取452度の範囲で生じるが少量のガリウムやアルミニウムまたはセリウムを加えた合金とすることで室温でも安定となり加工性が高まり溶接もできることから核兵器に利用されるデルタ症では金属的な性質が強まりアルミニウムに近い強度と転延性を持つようになる核分裂兵器において 衝撃波を用いて、プルトニウムピットを爆縮すると、デルタ症からより高密度のアルファ症への相転移が起こるため、超臨界状態の実現が容易になる。最も一般的なデルタ症安定化合金は、プルトニウムマイナスガリウム合金である。ガリウム、アルミニウム、アメリシウム、スカンジウム、セリウムは室温における、デルタ症の安定化に寄与する。ケイ素やインジウム、 亜鉛、ジルコニウムは急冷することで、デルタ症を純安定状態にすることができる。多量のハフニウムやホルミウム、タリウムもデルタ症の保持作用がある。熱プニウムは高温で、アルファ症を安定化させる、唯一の元素である。チタンやハフニウム、ジルコニウムは急冷することで、室温化で、ベータ症を安定化させることができる。プルトニウムの合図低圧条件における合図。 ありがとうございます。